すると、こういう組織何なのかなと思って、社会の組織をもっと知りたい、人は何のために働くんですかねみたいな、世のため、人のために働く、これ以上、以下ではなくて、そのために働いていれば、事業はうまくいくし、自分も成長できるから、その後、キャリアがだいぶ変わりますね、人事の方面のキャリアを前に始めてありますけれども、次の転職先がニトリさんですね。はい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 、ニトリさんに入社しようというふうに思われた背景ってどういったところがあったんですか？2012年のクリスマスですかね。その頃マイアミの高層マンションの上の方に住んでて、目の前にマイアミのビーチがあって、ああなんかやりたいことできたなと思って、毎週ねアメリカンエアラインでしてて、このあと10年15年いろんなとこ行ってしていくんだなと思った時に、ふとつまんなくなっちゃったんですよ、ね、ああそうなんだ、ね、仕事一生懸命頑張ってましたけど、ね、やりきっちゃったんで。そうなんですよね、マラソン走ってるつもりが10キロぐらいのところにゴール立てちゃってたなって感じで、切るべきじゃないところで手を切っちゃって、もう一回ちょっと設定しなきゃ、どこに設定したらいいのかなとか、何をやればいいのかなって、個人ベースで考えてたんで、その時にたまたま知人を介して、ニトリの、ニトリ秋葉会長と面談をさせてもらう機会を得たんですよね。日本に帰ってきた時にそれも言ってくれって言われてて、なかなか機会なかったんで、ちょうど僕もゴール設定し直したいなと思ってたんで、無理して帰ろうと思って、わずか2日間だけ東京に帰ってきて、ニトリ会長とお会いして話をするっていうのがきっかけです。いわゆる面接ですか？そうですね。それまでも何人かとお話はさせてもらったんですけど、暮らしを豊かにしてくると、すごく興味があるんですよ。アメリカはそういうインフラととってもね、ウォルマートとかターゲットとか、いろんな小売業がしっかりと人々を暮らし支えてるんですよ。所得がある人も少ない人も一定の生活ができるっていうのがあって、なんか日本は違うなと思った時に、ニトリ話が。最初にきっかけになったのは、会長と連絡した時に45分時間あったんですけど、40分ぐらい一方的にいろいろ聞かされたんですよ。ビジョンとか最後に、あんたおとなしいねって言われてなんかないのって言われて、今日何のため働くんですかねって質問したんですよ。なんでそんな質問したの？哲学が出てるんじゃないですか？そうですそうですそうです。なんか会長から来たことね、いやあんたバカだね、40にもなって子供みたいなこと言ってんじゃないよ、世のため人のため働く、これ以上理解だなって、そのために働いてれば事業はうまく自分も成長できるから、40歳だからニトリでやり直した方がいいよって言われて、ぜひやり直すかってことで、暮らしを豊かにするっていう遠い目標、社会課題の解決みたいなものを遠くに持って、そこに向かって歩んでいくっていうことを決意したって感じですかね。なるほど。ニトリさんといえば中途採用であってもまさに店舗経験技術という設定ですよね。必ず店舗に行ってお客さんとの接触っていうのがあって、うん、はい、マイアミの高層タワーからビーチを眺める生活、逆にこう店舗の店長みたいなギャップがあります、ね、店長になったのは1年経ったらさ、最初は本当に毎日スタッフとして品出しを覚えて、現場経験大事ですよね。それがあっての仕組み作りだったりするので、誰も話聞いてくれないんですよ、現場の経験がないから。経験できなかったとしてもちゃんと理解しておくっていうのが大事なんだ。ニトリさんに入られる前って人事として採用を確約されていたんですか？僕は人事もともと興味もなくて、人事って給料決算してる人だと思ってたんで、それぐらいの感覚だったんですよね。でもニトリに入ってる店舗やって、この仕組みすごいなと思ったんですよね。業務の仕組みもすごいんですけど、どん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 アップデートされてるんですよ、どうするとこういう組織になるのかなって、若い人も店長もニトリも常に改善してるんですけど、この仕組み知りたいなと思った時に、ニトリの組織をもっと知りたいっていうのと、若い人優秀な人多かったんで、こういう人たちに教育とかもっともっといろんなこと経験させてあげたいなと、なんで、組織開発にやりたいですってやるから、まずは、ね、採用のマネージャーやることになりました。新卒採用は、そうですそうです、発令されて1ヶ月後には何人人事のことも面接もほとんどしたことなかったんですけど、最終面接官として毎年1000人ぐらいの方の面接をするっていうですね、何とも言えないアサインメントをいただいたと思うんですかね。すごいですね、抜擢人事っていう形です。そうですね、この人にちょっとチャレンジさせてみようか、ダメだったらまた別のことを言えばいいって感じで、部長だろうが担当者だろうがやったりするから人事の道に入りましたね。振り返ってみて、あおれさんとさんの経験って今にどう生きていますか？自分が事業を進めることの難しさとか痛みとかちゃんと理解できるので、どの会社に行っても早い段階で少しインタビューすると、大体概要が分かるようになるんですね。どこに問題抱えてるのかなというのが理解できるようになったので、現場を踏ませてもらったっていうのは人事に生きてますし、事業戦略と人事戦略を連動させていくっていう部分においてすごく理解しやすいかなと思います。体現されてらっしゃいますよね、キャリアとして。最近増えてますけどね、そういう方、人事からあえて事業に2年行ってまた人事に行こうという方が、すごく大事なポイントだと思います。ニトリさんでは採用教育の、はいはい、マネージャーから部長、そして組織開発部の責任者になる、はい、人事の責任者なんですけども、この会
間すごく楽しくてですね、採用もあらゆることやったんですよね。インターンシップも1000人ぐらいで採用して5日間やってとか、対話を大事にしてたんで500人採用するんですけど、グループ面談禁止して全部1対1で始めるように1000人のリクルーター数十名を動かすとか、まあ、いろんなことやらせてくれたんで、人気ランキング1位になったりとか、インターンシップもずっと1位なんですよ。あ、そうなんですか。そんなような感じで成果も出たし、組織開発でもいろんな取り組みをして、そういうことを外で登壇して喋る機会をいただいたりとかして、一気に人事として成長できたかな、そんな時期を送ってましたね。はい。レポートラインはニトリ会長です。ニトリ会長と COO の白井社長っていう方がいらして、この方が私の人事の師匠なんですね。もともと組織開発の室長をやられてた方で、お二人に内容によってレポートをしていくような感じです。マイクロマネジメントされるのかなって、なんか、はいはいはい、根拠ないだから思ってたけど、実際の働き方はどうですか？一言言っちゃうと、マイクロマネジメントする余裕はないはずですよね。あれだけいろんなことやってますので、そこまで細かい指示っていうのはもらわないんですけども、方向性っていうのはすごく強い力で読んでもらえるので、分かりやすかったですね、やりやすかったですね、こういう方向でやるんだなとか、一方で、ちょっと違うと思いますっていうことも言わせてはもらえてるので、非常にダットな関係を求めてるような経営者なのかなっていうふうには思います。こっち側がビビって怖いことになっちゃったりするんですけど、まあ、そこを乗り越えていくと結構、あ、そうなのみたいな話になるんだなっていう、多くは話ができる方が多いんじゃないかなと思います。本当に怖い人も多分いると思うんですけど、創業者のプレッシャーによってストレスになって辞めるって方もよく見聞きするので、はい、というわけではちょっとまた違うんですね、はい、チャレンジをしないがためにうまく会話ができない状態で、思ってることも言えず経営者もイライラしていろいろ言ってくるみたいなことになって、調子が変わっちゃう方もいらっしゃるのかもしれないです、そこは適材適所で人を配置するべきだと思いますね。なるほど。経営者もあるんだ。環境問題の解決っていうものと、それを経済的に自立可能な形でやっていこうという GX って世界があるんだなって知ってですね、CHRO という立場で事業と組織をつなげていくっていう